困ったな。ウ師匠は店にいないみたいだ。シャンリンもいないか。仕方ない、待つしかないか。だが妖魔の剣を放っておくわけにも。まさか料理ができるのか。では頼んでもいいだろうか。助かる。水が必要なのは知っているが、それ以外にも要求を抑えるのに何か特殊な材料を使っているかもしれない。例えば植物や果実、何かの薬剤とか。この辺の知識はあったりしないか。お、その材料ならありえそうだ。さすが物知りな冒険者だ。すぐに適した材料を思いつくとは。アイスに必要な材料は手に入ったか。もうできたのか。うん、見た目は僕がいつも食べているアイスに似ているな。どれどれ。間違いない。この感覚、体内の力が静まっていくのを感じる。感謝する。これでアイスの心配は消えた。本当にすごいな、お前は。こんなにすごいと知っていたら、あの子のためにも作ってあげられたな。あの子の家族にも食べさせてやれたかもしれない。そうだ、あの子は家が貧しいとも言っていた。せっかくなら何か手伝ってやりたいんだが。妖魔を退治するのはリーウェの民が平和に暮らすためだ。あの子が助けを必要とするなら、それを手伝うのも妖魔退治と似たようなものさ。あ、確かチコガンと言っていたな。そこへ向かおう。